こんにちはみんな。今日は美味しいピザを作るよ。お菓子で？違う。ピザの生地は何枚かあるけど、今回は1枚だけ使うね。残りはどうする？僕にちょうだい。役立てるから。いいよ、どうぞ。これがピザの生地で、次はこれを広げるよ。ジャム？それ僕の。うわ、トマトの匂いがする。ケチャップだもん。よし、こうやってピザの生地にケチャップを絞って。お菓子なしのピザなんてありえない。ピザのこと知らないのね。生地全体にケチャップを塗っていかないとね。よし。トマトジャムが足りない。何それ。手伝わせて。サム？いいね、ジャムをもっともっと。サムチンやめて、それで十分。落ち着いて。スプーンを持ってきた。待ってよ。これぞ僕好みのジャム。匂いはあんまり好きじゃないけど、でもしっかり広げた方がいいね。サムチン、これが手伝いなの？うん、お菓子は？もうあっち行ってて。はあ、なんでいつもサムの後片付けばっかり。よし、これで続けられる。できた。次にピザに必要なのはお菓子？もうやめてったら。ピザを美味しくするにはサラミが欠かせない。綺麗にこうやって円の形にピザの上に置いていくね。うーん、美味しそう。味見しなきゃ。美味しいものなんだよね。掴んで、引っ張れ。あれ？もっとあったよね。うん、僕はいらない。サムったら、もうやめて。あとは可愛いミニトマトも使うんだ。ピザ用にまずは半分に切っていこう。キャンディーみたい。これはトマトだよ。うん、つまんない。指を切り落とさないでね。ピザ作りに苦労するよ。気をつける。ティビダバで前食べたお菓子ピザの話はしたっけ。あっち行ってて。トマトをこうやって並べてくね。トマトがキャンディーみたいで、キャンディーっぽいならいっそのことキャンディーを使うのはどう？ピザにはキャンディーは入れないの。サム、あっち行ってて。邪魔邪魔。いてててて。これは何？マッシュルームよ。マッシュルーム？マッシュルーム入れなきゃダメなの？ダメじゃないけど、今日は入れるの。少しだけよ。見た目はいいけど何かが足りないな。そうだ、チーズがいるよね。あれ、おろし金はどこ？さっきまであったと思ったのに。サム、それを何に使ってるの？手伝いたかったの。何手伝えばいい？おろし金はいるけど、サムはまたお菓子でも探してたんじゃない？サムチンは。それは何なの？お菓子なしのピザ用だよ。何かふりかけなくちゃ。ああ、ありがとう。でもチーズをかけるから。チーズ？このチーズ？それって臭いやつ？臭い。どうしたの？チーズは嫌い？さて、ピザができたから焼いていこう。トレーに乗せてオーブンで10分間焼くよ。みんな気をつけて、やけどしないようにね。わあ、いい香り。サムチン、ピザができたよ。食べてみる？どうかな。お菓子入ってないんでしょ？ピザカッター、かっこいいでしょ。サムチン食べたくなった？別に大して変わらない。お好きにどうぞ。私はよだれが垂れちゃいそう。匂いだけでも嗅げば？え、チーズ。はあ、食べきれないな。お菓子ピザ作っちゃう？いいね。そりゃそうでしょ。ああ、これ超重い。よし、ジャム持ってきた。見つけられる限りのお菓子も。ありがとう。うん、必要なものはすべて揃ったと思う。まずジャムを塗ろう。取って。いい匂いね。味見しよう。
ダメ、やめて、ピザ用なの。ケチ。よし、そうそう、しっかり広げて。広げてる。それでよし。これは僕のピザだから、残り半分はチョコスプレッドを使う。砂糖が大量で、歯が抜け落ちないか怖くないの？全然。今回は僕が塗ってみる。うん、いいね。サム、ねえねえ、自分を見て。汚れないことには傑作は生まれないの。綺麗にするよ、手伝うから。はい、いいかな。つー、優しくね。くすぐったい。気持ちいい。お風呂って大好きだ。ピカピカになった。よし、サムの代わりに終わらせよう。今回も僕がいないと困る。よし、次はグミの番だね。置いていくよ。あ、一つもらい。やっぱ二つ。わかったって。サムにもピザにも十分あるよ。これも忘れないでね。忘れないよ。ジャムと一緒だと美味しそうね。しかもカラフル。あ、少し整えとくね。これで良くなった。チャンネル登録は忘れてないよね。見逃さないように通知を押すのも忘れずに。サムチン、出来上がったんじゃない？何か足りない。何かを振りかけなきゃ。チーズかな？冗談だよね。このピザには何も振りかけられない。あ、待って、これだ。これで完璧でしょ。で、これ気に入った？うん、愛しい人、最高じゃん。写真を撮って。もちろん。ちょっと待って、じっとしてて。いい？撮れた？撮れたよ。わあ、僕イケメンかな。ピザも美味しそう。そうね、見た目通り美味しいといいね。ピザは気に入った？気に入ったら高評価お願いね。この動画で高評価が2万欲しい。それでは実食。一つもらってもいい？一つだけね、僕にも足りない。ううスピナーなんて時代遅れだよ。ポテトチップス用意してないの？お昼ご飯食べよーっと。よし、うん、おいしそう。寿司なんて飽き飽きだよ。あ、サムチン、ちょっとひどくない？文句ばっかり言わないでよね。別にいいじゃん。機械に恵まれた時代だから自己表現が大切なんだよ。じゃあ、のり巻きで自己表現するってこと？明るい性格してるんだから、レインボーロールにすれば。どこで買えばいいのよ。僕らが作るんだよ。レッツゴー。そうね。こんにちは。今日はレインボーロールを作るの。そう、美味しくてすっごくカラフルなんだ。どこ行くのよ。手伝ってくれるんでしょ？もちろん。これで準備 OK。 そうね。まずはカラフルにするために色をつけてみよう。シェフが手伝うよ。今回は食品着色料は使わないのよ。じゃあ何を使うの？水よ、たくさんの水。じゃあ手伝ってくれる？当たり前じゃん。やっぱり自然な色が一番よね。はい。赤キャベツを使えば紫色になるわ。この綺麗な色を見て。うわあ。高くて夏みたいだ。サムチン、他で泳いでくれない？赤キャベツを茹でるから。わかったよ、ろくに夢も見られないよ。この色はブルーベリーや花びらにも含まれてるアントシアニンという
フラボノイドのものなの。コンロを使うときには大人に手伝ってもらってね。そうね。よし、じゃーん。一色目の完成。色を準備するのに時間がかかりすぎだよ。ボトルを使った方が早くない？大丈夫よ。ちゃんと手伝ってくれればすぐに終わるから。わかった、頑張るよ。このテクニックは簡単。ターメリックの粉を水に入れて。よくかき混ぜてね。こんな感じだよ。うは。うん、まだす。ちゃんと粉が溶けるまでよ。ふう、汗びっしょり。うわー、見て、綺麗な天然の色。ビート、ターメリック、スピルリナ、バタフライティー、赤キャベツ。うわー、クラクラする。サムチン、よく頑張ったわね。じゃあ、料理を続けましょう。お寿司にはお米がいるよね。そうね、サムチン。でも、正しいお米を使わないと。説明するわ。丸粒の白米じゃなくて、今回のお寿司には、単粒のものを使うの。僕はシェフだけど、それは知らなかったよ。米酢は風味と酸味のためよ。で、砂糖をちょっとだけ加えるの。砂糖をたくさん使うの？その手には乗らないわよ。小さじ1杯分だけ。みんなは毒を持つ魚を使った寿司があるって知ってた？それってフグのことでしょ？免許を持っていない人が捌くと事故が起きて人が死ぬこともあるのよ。ねえ、今日はベジタリアン寿司にしない？そうね。ところで、もう4杯ご飯が必要なの。じゃん。はい。みんなもお寿司が好きだったら高評価してね。サムチンは虹の色を英語で覚える方法を知ってる？もちろん、みんなにも教えてあげる。リチャード・オブ・ヨーク。ゲイブ・パドル。イン・ベイン。頭文字が色のヒントになってるの。混ぜてみようか。うわ、すっごくカラフル。気に入ったらチャンネル登録してね。よし、サムチン、綺麗でしょ？次は一番楽しいところ。よし、始めてみよう。まな板は綺麗なのに敷物を使うのさ。これは敷物じゃなくて巻きすっていうの。見てればすっごく便利だってわかるわ。そして大きめの海苔を1枚丸ごと使うのよ。す、面白いことを発見したよ。この海藻は実は赤くて乾くと緑色になるんだって。ちょっと食べてみたけど結構美味しかったよ。ありがとう、サムチン。海藻には要素も含まれているから健康にもいいの。じゃあ巻いてみてよ。うん、よし、始めるわよ。最初は赤のご飯から。はい、丁寧に広げてこんな感じ。みんなだったらお寿司にはいろんな種類があって、ご飯とお魚だけの握りもあるって知ってるよね。ちょっとスピードアップしちゃおっと。1、2、3、4。よし。ねえ、早く食べさせて。まだよ、サムチン。まずはご飯を平らにして、それが終わったらネタを並べるの。サムチン、フグの話を気にしてるから今回のネタは野菜だけ。でもみんなは好きなネタを使ってみてね。ねえ、終わった？準備できたよ。え、どういうこと？じゃあよく見てて。ビビディーバビディーブー。うわ、美味しそうなネタ。好きなものばっかり。よし、まずはキュウリから。他にも寿司について調べたんだん。じゃあ教えてよ、サムチン。紅生姜はお寿司と一緒に食べずに合間に食べて口をリフレッシュするんだって。へえ、そうなんだ。僕らはお箸を使うけど、日本では手で食べるんだって。じゃあお寿司を作れば洗い物も少なくなるわね。もともとお寿司にわさびを使うようになったのは、
消臭と抗菌効果で安全に食べるためだったんだって。じゃあわさびも用意しなきゃ。サムチンは怖がりね。でも安全第一よね。じゃあマキスを使ってみよう。行くわよ。はい。マキスを持っていなかったらパーチメント紙やラップも使えるけど、何度も作るんだったらマキスを持った方が便利よ。すっごく簡単で楽しそう。肝心なことを忘れてない？それに美味しいのよ。よし、きちんと綺麗に巻かなきゃね。ね、こんな感じ。みんな、次は包丁を使うから大人にやってもらってね。やっほー。興奮してきちゃった。スー、ちょっと聞いて。綺麗なお皿を選んだらすっごくおしゃれに見えるよね。もちろん、それはサムチンにお任せ。はい、これでいい？ねえ、何か忘れてない？え、何？あ、そうか、お醤油のこと。うん、その通り。うわー、見て、すっごく綺麗。レストランみたいでしょ？うん、その通りだね、スー。じゃあもっと作ってみようよ。サムチン、味見してみようか。やっと食べられるね。じゃあ食べてみよう。よし、お醤油をつけて。うん。どうする？どんな味？おいしい？うん、すっごくおいしいわ。このレインボーロールはおいしくてすっごく綺麗。やばい、ミシュランの星をもらえるかも。そう思わない？お世辞を言っちゃって。みんなもレインボーロールを作ってみてね。すっごく楽しいから。この動画が気に入ったら高評価とベルボタンをよろしくね。料理の新着動画を見逃さないようにチャンネル登録するのも忘れないで。サムチンたら。じゃあまた今度。よし、食べようっと。これはここに入れて、よく混ぜて、ほら。サム、何してるの？なんで小麦粉だらけなのよ。僕、宅配ピザを始めることにしたんだよ。ちょうど最初のピザができたところだよ。いいじゃない。だけど、どうやってお客さんにピザを配達するつもり？あー、大変だ。ピザを配達する車がないよ。君がやってくれない？ダメよ、サム。台所を掃除しなきゃいけないし。だけど、段ボールでピザの配達ロボットを作りましょう。いいアイデアだね。急いで作ろうよ。ピザも作らなきゃいけないからさ。これは後で使うのよ。サム、みんなに挨拶して。こんにちは、みんな。こんにちは。あれ、チャンネル登録してくれてる人が揃ってないみたいだよ。みんな、新しい動画を見逃さないようベルを押してね。みんなまだ寝てるのかもよ、サムチン。あなただってよく寝てるじゃない。みんな、今日はこういう丸いのを10枚使うの。こうやって2枚ずつくっつけてね。サム、他の車輪をくっつけてくれる？へえ、グルーガンって触りたくないけどしょうがないね。僕のピザ屋さんの配達員ができるんだから。よかった。こういう波型の部品もくっつけたら本物のタイヤの溝みたいになるわよ。いいね、わかったよ。サムにはこういう円盤を切ってもらった方がよかったかな。グルーガン忘れたよ。わあ、円盤を切ってるの？面白そう、僕も作りたい。手伝ってくれたら嬉しいわ。
忘れないでよ。段ボールを切るのは僕が世界一うまいんだよ。さっさとくっつける仕事を終わらせてすぐ戻ってくるよ。その通りよね。サムって本当に段ボールを切るのがうまいんだから。ところでみんなは何が得意？コメント欄で教えてね。待ってよ、車輪たら、まだできてないんだよ。止まって。サム、何やってるの？どうして車輪が逃げていくのよ。切り始めたら育児なしの車輪が逃げ出したんだよ。パッターが怖いって。信じられるぞ。信じられるわ。パッターってとっても尖っているもの。みんな、刃物を使うときは気をつけて。それか大人に手伝ってもらってね。できたよ。悪くないできたよね。あら、すごいじゃない。4つ全部作ったのね。サムって最高。そうだよね。僕のスピードには誰もかなわないよ。次は何？次は歯車を作るの。わあ、すごく複雑だね。そりゃそうよ。真剣にビジネスを始めるって決めたんでしょ。そうだった。真剣なビジネスだから真剣に取り組まないとね。ふう、アイスの棒これでおしまいだよ。サムチン、今夜アイスの棒を補充するのよ。アイスをいっぱい買っておいたわ。やった、そうこなくっちゃ。ピザ屋さんのオープン祝いをしなきゃね。もちろん、オーブンまで情熱を持たせてね。さて、この装置はそろそろ完成しそうよ。情熱がなくなるだって？とんでもない、ピザが大好きなんだから。ところでみんな、ピザが大好きな人って周りにいる？コメント欄で教えてね。ピザ好きな人誰だろう。忍者タートルズとサムしか思いつかないわ。視聴者のみんなはスーよりもっと知ってると思うよ。後でコメントを読んでチェックするわ。あなたの言う通りね。見て、もうすぐ完成よ。車輪はいつはめるの？今よ。大事なのはグルーに気をつけることよ。すぐにくっついちゃうから。本当にそうだよね。あら、今日は自分は万能のスライムだって言わないの？どうしちゃったのよ。誰だって弱点はあるよ。段ボールを切るのは得意だけど、グルーでくっつけるのは苦手だからさ。自分の弱点を認めるのって偉いわ。大丈夫、そのうちできるようになって得意になるわ。さあ、次は前の車輪よ。輪止めをここに差し込むの。これが配達ロボットの自転車の前側のシフトフォーク。うん、それ何？言ったじゃない。待って、言わないで当てるから。ああ、前側のシフトフォークだね。私もそう言ったんだけど。え、いつ？僕気が散ってたみたい。だけど立派にクイズに正解したよね。シャーロックさん、じゃあもう一問。今接着してるのは何？それは、木でできたもの。その通り。これを別の木でできたものにくっつけるんだよ。だけど僕正解したよ。もちろんよ。このものは段ボールでできてるの。僕傷ついたよ。あら、気にしないでよ。時々私が褒めるとすぐに鼻にかけちゃうじゃない。だから一度の冗談くらい気にしないで。これハンドルバーだよね。そう、自転車のハンドルバーよ。みんな、パンダゴテには気をつけて。ここは大人の人に手伝ってもらうのがいいわ。僕には君がいて助かるやつ。今度は自転車の本体ね。この曲がる段ボールを溝に沿ってこんな風に切るの。ハンドルバーはもう作ってよね。2ついるの？違うわ、1つだけよ。これは自転車の本体の部分よ。すぐわかるわ。はあ、自転車の後ろの部品になるんだね。その通りよ。これは後ろのアーチと翼よ。全部の部品がバラバラにならないように接着剤でしっかりつけるのよ。街中が僕たちのピザを注文するはずだから、素敵な自転車に乗ってもらわないと。見た目は後で綺麗にするわ。オッケー。さあ、自転車の本体をフレームにくっつけましょう。さっきと半径が同じ半円の部品を使うのよ。さあ、あとは本体をフレームに接着するだけ。ゆっくりね。ベストを尽くさなきゃ。道で部品が外れたら大変だよ。なんで信用しないのよ。テーブルに接着剤でくっつけて取れないようにしちゃうわよ。やめてよ、冗談言っただけだよ。そう、よかった、邪魔しないでよね。そんなに怖がらせるならピザ屋さんの開店祝いに招待しないよ。あら、そうなら自分でピザを配達すれば。
ただけだよ。荷台を作るから許してよ。あら、今日は優しいのね。車輪と翼をつけるのを忘れないでね。もちろん。あれ、それは何？刑事さん、当ててみて。明らかにボタンだよね。タム、明らかにそうよね。うん、待って、今皮肉言ったよね。だって当たり前のこと言うんだもの。でも合ってるわ、ボタンよ。ピザの配達員のスイッチなの。ところで荷台はできたの？もちろん、ほら、開くドア付きだよ。上出来よ、サムチ。ふう、君っていつも安全に気をつけてるよね。だから今日は特別に5ポイントあげるよ。あら、光栄だわ。ああ、配達員さんを組み立ててるんだね。そう、ウッディさんは最高の配達員なの。今の間に2本目の足を作って。いいよ、簡単だね。僕の方が早くできるよ。やってみて。私はもうすぐ完成よ。僕はもう完成したよ。あら、早いじゃない。さあ、この部品をくっつけましょう。地球で一番早いスライムに勝ちたかった。挑戦する価値はあったわ。そうだよね、習うより慣れろだよね。そうね。最後は頭よ。グルーをつけて。はい。優しそうな人だね。ありがとう。みんな私たちの配達に気に入った？気に入った人は高評価してね。配達員さんをここに乗せましょう。ウッディさんがペダルを漕げるように足をこうやってね。うわー、考えつかなかったよ。君天才だね。あら、ありがとう、サム。次は手の番よ。はあ、何かを作るときはいつだって手の番だよね。そうね、手作りしたものを持ってるのって素敵じゃない？その通りだね。さあ、ウッディさん、ネクタイよ。かっこいい配達員になって。帽子もあるよ、サイズはぴったりなはずだよ。ほんと、ぴったりだわ。いいじゃない。あとはみんなが私たちのピザの配達だってわかるように荷台をデコレーションするだけよ。変わったよ。何だって？じゃあ何のためにウッディを作ったのよ。ウッディは歴史上重要なロボットになったんだよ。僕、ロボット式の工場を作るんだ。あら、そう。じゃあ捕まえてごらんなさい。ウッディ待ってよ。大きさを測ってもっとロボットを作らなきゃ。ウッディ、サムが最初のピザを作るのを手伝うことにしたの。サム、わあ、なんだかいい匂いがするね。ピザだ。ロボットはどうなったの？ウッディは捕まえられなかったよ。だから電池が切れるのを待つんな。スー、こんな大きなピザどうやってウッディの荷台に乗せるのさ。あ、ほんとね、考えてなかったわ。でもミニピザを作ればいいよね。おっと、ウッディが止まったみたい。ミニピザの大きさを決めるために荷台のサイズをチェックしなきゃ。サム、何か忘れてない？そうだ、みんなまたね。この動画が気に入った人は高評価してね。僕はウッディを追いかけるよ。チャンネル登録もお願いね。バイバイ。待ってよ、ウッディ。この壁を壊したらここに完璧なスタンドを作れるよ。それか、ここ、あの棚を壊してさ。サム、やめて、何してるのよ。あ、スー、君、水槽置く場所がないから魚を飼っちゃダメって言ったよね。だから思いついたんだ、あの壁を壊せばさ。ちょっと待って、サムチン、何も壊さないわよ。で
もさ、スー、魚って綺麗だよ。壁だって綺麗よ。そんなに魚が欲しいなら一時的な水槽を作りましょう。一時的？食べちゃうのよ。さあ、サム？ここにいるよ。水槽はどこ？まだないわ。でも中が水槽みたいになった素敵なゼリーのケーキを作るの。こんにちは、みんな。わー、食べてみたい。ちょっとだけ待って。見たらびっくりするわよ。わかったよ。みんな、好きなチョコスポンジケーキとか箱入りのケーキミックスを使ってね。料理って君にとって瞑想みたいな感じなんじゃない？そうなのよ。すごく美味しいアートを作ってるみたいなの。平和に静かにね。他のことを考えずにこうやってね。もう一度、みんな見てて。水で泳ぐ魚を見たいならゼリーをいっぱい使うのよ。しっかり閉じてね、漏れちゃうから。その通りよ。はい、いいわね。しっかりして高くなったわ。シェフサムの登場だよ。あら、そう？これでムースを作る方法知ってる？まずは緑の着色料をちょっと入れようよ。いいアイデアね。トトトト。あとはこれを泡立てるだけだよ。そうよ、サムチン。みんな、これは牛乳とゼラチン、お砂糖とバニラを混ぜて温めて少し冷やしたものなの。泡立てるとふわふわになるのよ。ミキサーを使うときは大人に手伝ってもらうんだよ。この段階でムースはこういう風になるはずよ。置いておくとこんな風に液体じゃなくなって固まるわ。こうやって入れてね、丁寧に。スン、しばらく僕なしでも大丈夫？昼寝したいからさ。ちょっとだけにしてね、お寝坊さん。サムがいない間に海のゼリーを作りましょう。時間は十分あるはずよ。ゼラチンを熱いお湯に入れてよーく混ぜるの。こんな風にね、ゼラチンが完全に溶けるまで。溶けたわ。そしてもちろん着色料がいるわよね。水槽の水ってだいたい緑がかってるでしょ？うん、いいわね。そしてまた混ぜましょう。これでいいよ。あら、サム、もう起きたの？よく寝られた？眠れなかったんだ。ケーキがうまくいってることを確かめなきゃいけないでしょ。あなたがいないと何もうまくいかないわ。うん、どこか失敗してるだろうね。あら、偉そうなスライムね。最初は少しずつ注いでいくのが大事なの。上から鯉とか飾りを入れられるように。ケーキを冷蔵庫に入れて少し固めるわね。チャンネルはそのまま。やっ、僕が出てきてびっくりした。高評価とチャンネル登録よろしくね。ゼリーの作り方が分かったから僕も作ってみたんだ。でも水の代わりに牛乳を使ったよ。デコレーションの段階になったらいつもサムが来るのよ。わお。何を作るの？水槽によくある飾りって何だと思う？そうね、そうだわ、小石。クイズって楽しいよね。大理石みたいな小石がいいわ。材料は何を使うの？最初は液体のゼリーよ、こういうの。それからミルクチョコレートよ。いい感じ。そうだ、次はダークチョコレートだね。その通りよ。よし、また冷蔵庫で冷やすんじゃないだろうね。そんな時間ないよ。イライラしないで。ほら見て、できたわ。え？何？もうできたの？みんな、綺麗な大理石ができたでしょ？スー、責めてるんじゃないんだけどさ、本物っぽくないよ。もう、文句が多いわね。ん？これはなんだ？ふん、あったかいね。これはどうかな？わあ、冷たい。よし、沈めるわよ。簡単なの。お湯に入れると角が取れるでしょ？そして冷たい水に入れると固まるの。ほら、これで本物っぽくなった？みんな見て、
綺麗な小石でしょ。うん、うまいじゃない。ありがとうサム。僕が作った石はどう？わあ、いつの間に作ったの？私プロですから。みんな次は魚よ。スン、今調べたんだけど鯉って背中に模様があるよね。大丈夫、描くのは簡単だから。デコレーションって大好き。喜んでくれて嬉しいわ。こうやってね、丁寧に。スン、魚と小石だけじゃ水槽が寂しいって思わない？なんか足りないよ。何を足したらいいかしら。海藻は？水槽には絶対あるよね。あれ？容器があったと思ったけど。これのこと？そうそう、ありがとう。何してるの？それじゃ2つのゼリーになるよ。海藻はどうしたのさ？サム、落ち着いて。スー、一体どうするのさ？ああ、ダメだ、気分が悪い。サムチンたら大げさね。でもちょっと注射をするだけで大丈夫なの。僕、治ったよ。了解よ。サムが落ち着きを取り戻してる間にゼリーが固まったわ。みんな、注射器を使うときは大人に手伝ってもらって。すんごく尖ってるから。僕もやっていい？もちろんよ、でも気をつけてね。今度はどうしたのよ。このゼリー取り出せないじゃない。全部の方法を試した？見て、出てこないよ。それは大変ね。どうしたらいいの？方法があればね。ほら、わあ、ね。なんで教えてくれなかったの？やってみる？手伝ってくれる？もちろんよ。さあ、ケーキを組み立てていきましょうね。まずは透明のフルーツゼリー。こうやって固まる前に飾りを入れておくのよ。海藻も忘れないでね。忘れてないわよ。これはここね。ここにもう一つ。魚ワース。え、ここよ。こんな感じでね。よし、最初の層が固まるのを待ちましょう。そうしないと置いたものが浮いちゃうから。時間を進めちゃわない？最後のステップよ。また透明なゼリーを上から注ぐのよ。こんな感じでね、デコレーションがすべて覆われるようにね。いいわね。もう待つのは嫌だよ。そう、お願い。わかったわ。今回は魔法を使いましょう。これでいいわ。うまいじゃないスー。だけど一つチェックすることがあるよ。完璧な高さだね。水の中の海藻も綺麗だよ。みんな、もうすぐケーキができるわ。いらないものを全部外しましょうね。特別な道具を使うのよ。ほらスー、驚くよ。あら、葉っぱが落ちてきたのね。さあ、爪楊枝を使って丁寧にプラスチックの型を剥がしましょうね。ケーキを取り出すわよ。スーが頑張ってる間に高評価してね。おっと、もうすぐ完成よ。みんな、ゆっくり丁寧にね。あとは端をデコレーションするだけよ。まず紅茶を入れましょう。みんな、水槽のケーキをもう一度よく見てね。わあ、切るのがもったいないケーキだね。細かいところまで本当に綺麗だよ。気が変わったんだったら食べるのはやめる？食べるに決まってるでしょ。
一時的な水槽なんだから。切るわよ。みんな包丁を使うときは気をつけて。水を切ってるみたいだね。そうじゃない？わあ、最高の出来だわ。美しいよね。僕にも切ってよ。もちろん。でもまずスプーンを持ってきてみんなにさよならを言わなきゃ。みんなまたね。サムったら。見てくれてありがとう。チャンネル登録してね。バイバイ。お菓子が悪い？じゃあ何でしょう？プレゼントがあるんだ。コスメ？お菓子？それとも絵？お菓子がいい。さっさと開けるよ。ありがとう。これって料理本？なんでこれを私に？そりゃあなたが料理できないからでしょ。それはどうかな。料理バトルでもする？挑戦受けて立つ。ステイシー来ないわね。戦勝だ。お祝いしよう。まさか誰かさんと違って食材を買ってきたの。さて何を作ろうか。何にする？やった大成功。意地悪。でも勝つのは私。今日はピザを作るんだ。美味しそう。これじゃ無理よ。どうやってこれでピザを作るの？お菓子があれば何でも作れる。負けを認めるな。まさか。やるわよ。ガッチャ。ちょっとそれ投げないでよ。よく見てて。エクレア生地の作り方を見せてあげる。ほぼ完成。サム見なかった？助けてくれないかな。サムはスライムブロガーの大会で不在。大丈夫だって。じゃあスーは審査員が必要でしょ。気持ち悪い。スー審査員になってくれる？こんな変なピザは食べない。本当に料理するの？食べてるだけじゃん。何か作ってよ。あ、わかった。ピザソース用のマシュマロを溶かさなきゃ。ドライヤーが助けてくれる。さらに美味しくなった。応援団もカメラに入って。早く。なんでここにいるの？人多すぎじゃない？私が作った生地を見て。完璧なピザソースがあるんだ。見て。先に仕上げるのは私。このワッフルアイロンで最高のピザを作っていこう。助手を呼んで。あ、いたいた。うるさいな。やばい、私も急ごう。このバターを絞ろう。頑張って。でも私はもうできるから追いつけないって。このワッフル絶品よ。今私の助手が次の食材を持ってきてくれる。わあ、チョコレート。料理を続けられる。これが私の新しい食材。羨ましい？私とこの子の方がうまくやれる。時間稼ぎ？もうチョコレートパーティーができるわ。急ごう。私は諦めない。ねえ、サムが魔法を教えてくれたんだ。止めないでよね。生地ができた。これを伸ばしていこう。私だってライフハック知ってる。失礼、借りるね。ありがとう。なんて綺麗な散らかりよ。誰か味見したい？まさか。私の生地は触るだけで癒される。プルプルでふわふわ。
ピザにケチャップは欠かせない。似てるイチゴジャムを使おう。やばい、急がなきゃ。甘いピザソースの方がずっといい。頑張らなくたって勝てちゃうもんね。ねえ、耳に何かある。おっと、やりすぎた。いいじゃん、ただのグミだって。甘いピザにはうってつけ。私をバトルから追い出すつもり？卑怯者。とにかく完璧なマシュマロチーズを作るよ。アイロンを使ってね。卑怯者、私もチーズが欲しい。でもクリームと食紅で作るよ。わあ、チーズ天国だ。ワッフル全体に塗っていこう。パティはちょうど真ん中に置く。もうできたの？じゃあ私の隠し味を使っていこう。見て、すごいトッピングでしょ。え、こんな料理いつ覚えたのよ。秘密の調味料があるんだもん。見せて、私も秘密を知りたい。また騙したの？ちょっと、それ私の。やだ、やめてよ。出来上がったよ。審判来てくれない？ちょっとトイレに行ってくる。これは無理。そんな、お願い戻ってきて。誰の勝ち？ナンシー、ごまするつもり？私が勝ったって。まだ早い、勝負は終わってない。第2ラウンドに進むよ。おっと、ちょっと待って。今回はどっちの料理が綺麗か対決。待って、これ粘土？キモい、最悪。綺麗な食べ物って言ったでしょ。何を作るかは私が決める。ハンバーガーを作ろう。それで、あんたはどうする？いいわよ、その挑戦受けて立つ。見て、ヘラでこんなに綺麗に切れるんだ。そうだ、トマトのスライスがいるわね。あれは何？虫？誰か助けて！これ、完璧なパーティーじゃん。近づけないで。大げさ。レシピ本を読めば。ひどい、私の生地。どうすればいいのよ。ちょっと、ただの生地でしょ。それなら、そっちのを熱するよ。何するのよ、台無しじゃない。ひどい、チーズが。待って、逆さまにしてみよう。私、ビーガンバーガーを作るわね。ヘルシーで美味しい。冗談でしょ。ハンバーガーがなくなっちゃったね。勝者は私ってことで。まさか、どっちもセーフよ。もう少しでできるよ。おっと、私にも勝つチャンスがありそうね。これを見て。待って、これは何？返して、私のグミよ。お菓子以外にも隠してるでしょ。やっぱりね。いつもいい子ぶっちゃって。それならこれはどうする？気に入った。やめて、触らないで。絶対ダメにする。自分のバーガーを食べてよ。かわいそうに、サラダは返してあげる。そうだ、トマトのスライスが必要ね。私もトマトのスライスが欲しい。彼女の真似しよう。オレンジの登場。みんなもこれ作ってみたい？仕上げ、ハンバーガータワー、よく持ちこたえた。
粘土のパテも素晴らしい。ほぼ出来上がり。パテを上に乗せて、できた。最後の仕上げが残ってる。嘘、新しい魔法か何か。その通り、本物のバーガー。ねえ返してよ。とっても美味しい。仕方ない、ズルはやめる。次の作に移ろう。ちょっと何個持ってるのよ。どうやってこんなこと思いついたの。科学的に説明しよう。つまりこれがオレンジ、甘いやつ。したがって我々は素晴らしい。え、寝てるの。起きて、結果発表だよ。審査員の登場、お入りください。今回は食べなくていいです。とってもクリエイティブ。見た目は良くも悪くもある。私はこれに一票。勝者が決定。トロフィーを受け取って。わお、やった、勝つって言ったでしょ。料理上手だって。私は世界一の料理人。いつまで自慢してんの。まあまあ、あんたのためにこれ作ったよ。ねえ、これマジで美味しい。やばい、着色料を使いすぎたみたい。髪が、あ、責任取って。ナンシーに私の髪あげる。なんて人生だ。もうちょっとサムチン、で、何してるの。ロジャーを紅茶とケーキに招きたいんだ。だけど無理かも。だから散らかってるってわけね。どうして無理なの。小麦粉不足、買ってきてあげようか。見てよ、小さい円形の型って。僕たち大きいのしか持ってないじゃん。もうダメだよ。本当、おいで、どこに置いてあるか教えてあげる。みんな、今日作るケーキのテーマは。ストップ、言わないで、僕が当てるから。サムチンったら、ヒントぐらいはいる。ちょっとだけならいいよ。最善は尽くすって。途中で止めてくれてもいいし。大のアニメ好きはヒントなんか必要ないもんね。さてと、有名なピクサー映画キャラで丸型なんだ。鮮やかな色が特徴だよ。私が2番目に好きな色、芝刈りした夏の芝生って感じなんだ。ここでお塩を一つまみ、入れすぎに注意。待ってよ、スーの好きな色ってピンク系じゃなかったの。例えばこの寒い色とかさ、ほら見てよ。サムチンたら、世界はサム中心に回ってるんじゃないんだよ。言われた通り沸騰させたよ。何に使うの。お風呂の時間なんだ。これを熱して砂糖を溶かして生地を安定させるんだよ。丸いピクサーキャラ、マイクはどう好きだね。そしたらバターを溶かして牛乳と混ぜるよ。じゃあ僕がやるよ、任せてくれたまえ。みんなは大人に手伝ってもらってね。オーブンはおもちゃじゃないよ。次はがっつり泡立て。やった、この作業大好き。生地が薄くふわふわになってきたでしょ。仕上がった証だよ。変なものが見えたけど、私だけ。速度を落として泡を消そう。ついに完了。うん、疲れちゃった。エネルギー補給が必要みたいだね。やだサム、脅かさないでよ。面白かったでしょ。何のつもり。わかるでしょ、笑い声。どういうこと。マイクワゾウスキの友達のサリーになりすまそうかなと思って。サムチン、サムはそのままで素敵だよ。バターを溶かしてくれた。もちろん、だけど生地が冷めるまで待たないとね。ありがとう、女子さん。ところで、どうして変な格好してるの。テーマパーティーのつもり。エネルギー補給が必要なんでしょ。笑い声には悲鳴の10倍のエネルギーがあるんだよ。注意、サムのお出ましだよ。慎重に、うん、よし、作戦は大成功だったよ。計画通りだね。ケーキ作りを楽しんでるみたいね。オーブンを170度に予熱しよう。焼く準備は万端だよ。それならもたもたしない。行ってみよう。僕みたいに出来上がりが楽しみな人は乞うご期待だよ。いい匂い、なんてこった、天国にいる気分。
ケーキのことならサムは一番乗りだよね。大事な質問があるんだ。一口味見していい？耳と余りだけね。切り落としておいたから包丁には気をつけてね。食べてきても大丈夫？なんとかね。でも自信ないから急いでね。みんな、クリームチーズを泡立てていくよ。泡立てるの好きなんだ。無心になれるの。マスオ、最高だよ。口の中が天国。まだ序の口だよ。後でびっくりしちゃうんじゃないかな。サムチン、ホイップクリームを用意してくれない？後で必要なの。もちろんだよ。フロスティングには大賛成だもん。僕の新しい魔法を見せてあげよう。泡立て器が必要なんだ。リスクを犯す準備は OK だよ。こんなつもりじゃん。溶かしたバター、卵に小麦、フロスティングには自信あり。ちょい、サッカーする時間はないよ。最後の挑戦だ。ビビディパビディプー。よし、やっとか。す、見た？トラブってたみたいだね。スライム魔法使いがどうしちゃったの？新しい魔法を試してただけだよ。これは没収しとくね。魔法の杖だしさ、何かあったら困るから。だけどちょっとだけじゃん。私もちょっと魔法知ってるんだ。マダム、私フロスティング視察員としてチェックを行いに参りました。そうですか、必要なことなんですよね。お願いします。なんと、こんなに美味しいのは食べたことがない。もたもたしない、早くケーキを組み立てよう。ゴールが見えてきたよ。ケーキを組み立てていこう。家を建てるようにね。一層目はここ。セメントを加えて。すん、ケーキに水なんかかけないでよ。べちゃべちゃじゃん。計算通りだから大丈夫。これシロップなんだよ。自分で確かめてみな。うん、砂糖の匂いだね。これ今チェックしていい？持って行ってもいいけど残しといてよ。まだ使うんだから。綺麗な色でしょ。私気に入っちゃった。フロスティングを伸ばしていくね。シロップは超甘いね。次はいっぱい作ろう。サムの出番が来るように少しスピードアップしよう。スン、大事な質問があるんだけど、これちょっと青すぎない？そうだね。これでよし。スンは真の魔法使いだな。みんな、どんどん進もう。ご覧の通り家が完成したよ。次はフロスティングを均等に伸ばすんだ。みんな、フロスティングは好きなだけ乗せてね。サム、残りのフロスティングを4つのボールに分けてくれる？こんなにフロスティングがあるのに隠してたの？なんてひどい友達だ。言ったら全部食べちゃうでしょ。確かに。スン、終わったよ。見て、魔法を見る準備は OK？気に入った？マイクっぽくなってきたでしょ。マイクワゾウスキを作るには何滴食紅を垂らせばいいの？そうね、3滴で十分。みんな見ててね。サム、どこ？手伝ってくれる？次から次へとこれやれあれやれって。いつになったらケーキを食べながらリラックスできるんだろう。勘弁してよサムチン、デコのプロだからこそお願いしてるのに。デコ？デコレーション？僕大好き。フロスティングを絞り袋に入れて、ケーキを元気なマイクに変身させるの。それだけ？僕にはもっと重要なことを任せてよ。みんな、今までの経験を考えればサムは全部一人でできるはずだよね。ところで、お城のケーキの動画を見たかな？大釜のケーキは？ああ、ぜひ全部視聴してね。後悔はさせないよ。はい、スン。ありがとう、サムチン。そしたら、今度は。スン、スン、忘れてるよ。脅かさないでよ。こんな感じにケーキの上にマイクを書いていくんだ。失敗を恐れないでね。修正できるから。慎重にやれば直さずにできるわよ。そう、僕もやってみたい。手伝わせてよ。うん、いいよ。よし、ここに少し、ここにも少し。じゃーん。す、どうかな、いい感じ？うわー、最高だよ。あと少しだけ付け加えようかな。これで完成。さすがだね。早速食べていい？完成したケーキを見てからね。
瞬間を一日中待ってたんだ。気持ちはわかるよ、サムチン。私も待ちきれない。これはサムチンの。今日は頑張ったね。一切れ目いただきます。一切れ目いくつ食べるつもりなんだろう。さて、食べてみよう。やばい。今まで食べた中で最高のケーキかも。二人とも僕抜きで始めちゃったの？座って、ロジャー。あ、ロジャーごめん。ロジャーのこと忘れてたよ。全部食べちゃわなくてよかった。僕が時間を守るタイプでよかった。もっとケーキ動画を見たい人は高評価だよ。お知らせベルをオンにして次の動画を見逃さないようにしよう。チャンネル登録もよろしくね。うまっ。仲間外れを探せクイズを生放送でお届け中です。今回はティビダボ公認謎謎チャンピオンのサムが参戦。どんな謎謎も簡単に解くサムですが、今回はどうでしょう。仲間外れは金魚。いけサム、頑張れ。楽勝だ。ウェンズデーの話に子羊は出てこない。さすがサム。じゃあこの問題の答えはわかる？おっと、正解は緊張感が高まります。サムは次に間違えるのでしょうか。ふざけたこと言わないで。演技が悪い。答えは花。サムの答えは間違い。ありえないわ。ケーキは食べられるけど残りは食べられない。どういうこと？冗談でしょ。ありえないよ。実はそんなに難しくないんだ。来て、見ててあげる。なんでだ。間違ったのは君のせいだ。食べられるケーキを書く準備はいい？サムったら。こんにちは。今日はレッドベルベットケーキを作るよ。粉類の材料はこれ。生地に空気を拭いてあげる。サム、料理の仕方を忘れたの？スライモーニーシェフの助けが必要ね。まあまあみーや、オーブンは予熱したかな。しっくりきてる。生地に空気を含ませるために粉類はすべてふるいにかけよう。いくわよ。はい、これも全部。それでは粉類をまとめてよく混ぜます。こんな感じで続けてす。そう、教えてくれてありがとう、スライムお兄シェフ。常温のバターに砂糖を加えてミキサーで混ぜていこう。おお、これは力強い。キッチン家電は大人と一緒に使ってよね。植物油と酢も少々加えるよ。もちろん卵もね。どこにあったっけ。あーサム、問題発生よ。お母さん大丈夫。この巣は汚れてるからあなたの巣に連れて行きますよ。料理がこんなに危険だとはね。この段階で最後の材料はバターミルク。流し込むよ。そしたらもう一度泡立てよう。なんでミキサーはダメ。ママ鳥が怖がるから。それはかわいそう。じゃあ魔法を使うね。じゃん。あとは2つのボウルの中身を混ぜ合わせる。あれ、サム、また杖の充電忘れた。あーごめん。でも僕が何とかしてあげる。いくよ。ほら、慎重に。もう少し。終わった。できたよ。すごい、ありがとう。じゃあ色付けをして生地を仕上げよう。サムとママは準備いい？準備万端。完璧だよ、スン。じゃあ、行くよ。さて、どうなったかな。うん、完璧。生地を40分間焼こう。その間にフロスティングを準備。ダダダッチャン。何をする。ごめんね、シェフを交代。フロスティングにクリームとチーズはどう？だって。みんなごめんね。本当は新キャラを呼びたかったんだけど。クリームチーズってことで。これがいるの。粉砂糖もこのくらい入れるよ。バニラエッセンス少々。あー、美味しそうな匂い。あー、サム大丈夫？激突したおかげで色がついた。あー大丈夫。でも横になりたい。横になってきて。これを入れれば一旦終了。バターを入れたらもう一度混ぜるんだ。フロスティングがちょうどいい硬さになった。あ、スポンジケーキ焼けたかな。あまり時間がない。急げ急げ。一口味見させて。ここで何やってんの。スー、
僕はただ評価を全体的な。なるほどね。仕上げを手伝ってくれたら全体的に評価しよう。何してるの？三角形っぽく見せたいから。同じ形とサイズのものを何枚か切り取るの。これでしばらく我慢してて。やったー。ついにケーキの組み立てに取り掛かろう。嬉しかったら高評価お願いね。まずケーキが滑り落ちないようにフロスティングを少し塗ろう。スポンジケーキを1枚乗せる。まあ美味しかったけど全然物足りない。できたよ。綺麗でしょ。フロスティングを滑らかに塗っていこう。それは僕がやるね。ほら、そうそう、慎重に。終わったよ。ありがとう。では2層目を。そしたらフロスティング。美味しそう。漫画のケーキにはおもちゃが便利。こんな風にね。ケーキの最後の層を乗せるね。またフロスティング。少しスピードを上げよう。はい、できた。ここからがお楽しみのデコレーションよ。やったー。何を喜んでるの？シェフは僕、君は皿洗ってて。冬が突然やってきた。これ何？未完成の雪だるま？なんで黄色？サーム、視聴者を混乱させないで。これはデコレーション用のフォンダン。テーブルに小麦粉をまぶせばくっつかないよ。テーブルに小麦粉まぶす。わかった？はい、わかりました。よく見ててください。次するのはこうやってそーっと持ってケーキの側面にフォンダンを巻きつける。料理学校の講師もしてるの？そうだ、私の経験を次世代に伝えなければ。次に使うフォンダンは何色？はい、緑です。違う、それは間違い。答えは、ピンクだ。ピンクに決まってますよ。その通り、ピンクをたくさん使うわよ。自分のケーキは好きな色で OK。 作ってみるでしょ。作ってみたかったらチャンネル登録をお願い。本気で作るなら高評価。ここからはしっかり器用に作らなきゃいけないよ。出来上がり。まるでフロスティングが滴り落ちてるみたい。わあ、クールなホバーボードだ。あ、ナイスタイミング。ケーキの表面が綺麗に広がった。これ大切よ。あんなのコントロールできるほど技術はなかった。でも次使う材料を持ってきてくれたのね。ここにつけるよ。サム、同じものもう一つちょうだい。待って、自分でつけるから。シェフといえば誰？もうできたよ。ダーダダダーダル。おっと、それ僕じゃないからね。これもデコレーション。最後の仕上げはこれ。このケーキはかなり食欲をそそるね。まったくいろんなし。でも全然絵には見えないけど。これは何？これがケーキに期待通りの効果を与えてくれる。わからない。これは一体どうやって使うの？え、なんてこった。どうなってるの？こんな道具を使えば黒いフォンダンを簡単にパスタ状にできるの。ケーキとデコレーションの輪郭を線で囲んでいくよ。こんな風に。キャンドルはこれ。フォンダンで作って絵に見えるように乾燥させたよ。ほら、この角度からケーキを見ると偽物っぽいでしょ。こんなに簡単で面白いなんて驚愕だ。王者同士の決戦、観客は息を凝らします。
勝者は誰だ？緊張しすぎてもう続けられない。オッケー、これを動かしてチェックメイト。ケーキは私のもの。ちょ、またなななな、おかしいな。あんたが不運の種だ。チッチッ、いいから一緒に食べよう。え、どういうこと？それはね、すん、僕もうケーキを食べちゃったんだ。ごめん。まあいいや、残りのスポンジケーキで新しいのを作るから。みんな見てくれてありがとう。じゃあまたね。みんなバイバイ。すん、待って、僕もケーキ欲しい。すん、僕みんなに見せたいものがあるんだ。え、何？僕ならではのものさ、みんなに見て喜んでもらいたいんだ。バッグは作ったことあったわね、覚えてる？そりゃ覚えてるよ。でも僕とお買い物って合わないから、新しくしたいの。じゃあこう考えましょう。一番好きなもの何？工作、楽しいこと、お菓子。それならうってつけのものがあるじゃないのよ。おいで。うー、やった。何をするの？考えたのはわんぱくスライムサムケーキよ。やあみんな。す、それって一番の考えじゃない？教えて。ホワイトケーキとファンフェッティケーキを組み合わせてバタークリームで可愛い姿にするのよ、サムのね。え、すごいね。じゃあ僕はあっちでモデルとしてくつろいでるから。ダメダメダメ。あれ、ちゃんと手伝ってくれないと。オーブンを170度に温めてきてくれる？僕はその道のプロだよ。危ないからみんなは大人の人に手伝ってもらってね。サムに任せてる間バターを練るわよ。砂糖としっかり混ぜないとね。次は卵白。室温で置いておくのが大事なポイントよ。というかどの材料も室温に戻しておく必要があるわ。じゃないとケーキが潰れちゃう。さあ、オーブンの準備できた。僕も OK。 あら、服の準備までして。バターはこれで完了ね。それで次はここに粉を出します。小麦粉、ベーキングパウダー、お塩。よく覚えてるわね。粉は少しずつ加えるわ。3回に分けてね。その間に液体も混ぜます。牛乳、油、エッセンス。僕考えました。ホワイトケーキって名前だけど、ピンクにしたらどうでしょう。わんぱくスライムサムは白くはほど遠いよ。それね、すごくいいアイディアだわ。この生地を2タイプのケーキに使うことにするわ。この生地はピンクに。いくわよ。そしたらこの生地を半分に分ける。それ、全部オーブンに持ってくよ。すぐ戻ってね、サム。これからスプリンクル使うから。行くわよ、ゆっくり。そしたらよく混ぜて、均一にね。最後は型に流し込む。いい感じね。どう思う？もしかして見逃した？平気よ、サム。これから上から振りかけるところ。わあ。そしたらこの生地を30から35分焼いて冷ますわ。この先お楽しみに。チャンネルそのまんま。スポンジを冷やす間にバタークリームを作るわよ。柔らかくしたバターを 340g、 全体がクリーム状になるまでひたすら練るわよ。これは粉砂糖。僕だったら甘い雪って呼ぶんだけどね。またサムの想像力ね。全体が均一になるまでしっかり混ぜるのよ。これをスプーン1杯、またスプーン1杯ずつ、ゆっくり確実にやっていきましょう。サムシェフからのワンポイントアドバイス。粉砂糖はあらかじめふるっておこう。そうするとクリームの空気が抜けずに軽やかになるよ。あ、ちなみに僕たちのお料理動画が気に入った人は高評価お願いね。それじゃ牛乳を少々、お塩少々、それからバニラエッセンスを加えて豊かな香りに仕上げるわ。
でも真っ白を目指しているわけではないから色を足すわよ。こうやって上手にできたと思うわ。香りも最高。次はスー、形を作るの？焦らないでサム、お料理で一番大事なのは準備よ。それにせっかくのケーキ特別にしたいでしょ。うわスー、これがファンフェッティのスポンジケーキ？その通り、端を切って平たくするわよ。作ったスポンジケーキ全部整えてね。うん、美味しそう。みんなこれから仕上げだよ。すぐに終わるからお楽しみに。ちょっと待ってよ。はぁ、お腹いっぱい。それじゃあみんな厚紙で円を作ってね。え、なんで？こういうのケーキ型をなぞってね。ほら、すぅ、別の工作とごっちゃになってない？今日はちょっとやり方を工夫してるの。これをご覧。これは工作用のスポンジ、ショップで買えるわ。それ食べれる？もちろん無理よ。これをケーキの土台にするの。食べ物に触れるからアルミホイルで包んで使うわよ。それなら任せて。というか次に何をするか気になるんだよね。それじゃその間にケーキを仕上げるわ。必要なのはこれ。厚紙をクリームでスポンジケーキにくっつけて、そしたらバタークリームを挟んでいくわ。それ。さあ、こっちは終わった。ナイスタイミング。ちょっとじっとしててね。これから形を作るから。さあ、手が滑ったりしない？なんだか不安だな。動かないでサム、もうすぐ終わるから完璧。うわ、なんてこった、まるで風船だ。大丈夫よサム、まだ終わってないから。ケーキ全体をうっすらとクリームで覆うの。ナッペって言うのよ。あとこれでおしまい。みんなバタークリームはしっかりと冷やしてね。それじゃ魔法を使うから。待って。何が待って？まだまだやることがあるのよ。あなたの冷やす魔法の出番はあと。このケーキは冷蔵庫で冷やすわ。ララララ、これってチョコレート？いいえ、これはイソマルト、飴みたいな材料よ。これであなたの目を作るの。そしたら真っ黒な瞳を目にはめ込んで、こう。わあ、すごい。すごいって思った人は高評価お願い。そしてケーキを彩るキラキラの素材、ケーキグラス。この色はサムのブラウンの目に合わせて選んだわ。素敵じゃない？僕が手伝うよ。じゃないと日が暮れちゃう。いいわよサム、この白いイソマルトだけやらせてね。よし、いい感じね。そしたら避けて冷ましましょう。次にこのフォンダンを練ってケーキのベースを作るわよ。魔法みたいなブルーを加えて素敵な色合いに仕上げるわ。お、ありがとうサム。いえいえ。それじゃあ魔法を見せてあげる。せーの、それ。この上にケーキを乗せるからね。真ん中を丸く切り抜くだけ。わからないな。頑張っても頑張ってもケーキが出てこない。あと少し待って。ここにこれを置くんだから。なんてこった、スーの言う通りだ。今日はケーキ作りに変な道具をいっぱい使うんだな。あ、そうだサム、ケーキ冷やしてたでしょ。それここに持ってきて。行ってくる。さっと、これでよし。最高。あとは全体が崩れないように櫛で支えるわよ。一番下までぐさっとね。最後の一本。うわ、どうしたのサム。型から取り出した目がすごくキラッキラなんだよ、見て。本当ね、いい出来だわ。それじゃ全体をピンクのフォンダンで覆うからね。それ。わあ、大きい。それに美味しそうだな。サム見てごらん。じゃーん。うわあ、僕そっくりだ。でも何か足りない。何が？うん。あ、そうだ。これもともと僕に大きすぎたんだ。ああ、これが足りなかったのね。みんな。メガネをかけたらほら、瓜二つだわ。
そう思わない？最後の仕上げ、それ嬉しそうな顔になった。わあ、この笑顔素敵だね。まるであなたそっくり。きっといたずら好きね。もう一度全体をよく見ましょう。右？それとも左？ほらサム、作ったケーキ食べるわよ。いくわよ。わあ、おいしそう。すまって、そのケーキおいしそう。これを見てよみんな。見てくれてありがとう。チャンネル登録を忘れなく。ケーキがおいしそうだと思った人は高評価もね。通知のオンもお忘れなく。じゃあ待って待ってす、みんなバイバイ。いただきます。なんだって、ありえない。どうしたのサム。友達のビリーがさ、コーンフレークがこぼれた時の写真をうまく撮ったから SNS に載せたら、すごい数のいいねがついたんだよ。あら、すごいじゃない。ね、僕たちも負けてられないよ。何を作ればいいかな。スーの顔にコーラをぶっかけるとか。サムチ待って、気は確か。え、でも綺麗に描けるよ。すっごく面白い顔になるだろうね。それは嫌よ。200万いいねが稼げたとしても、じゃあ M&M をぶちまける。見た目もいいよね。そうよ。え、本当に。みんな信じられないけど、スーがやってくれるってさ。こんにちは、みんな。今日は M&M を使った美味しいケーキを焼くことにしたの。ケーキ？スー、文句があるわけじゃないけどさ、衝撃映像を撮るんじゃなかったの？その通りよサムチン。ただね、美味しいチョコをぶちまけるなんてもったいないでしょ。ケーキのデコレーションに使えるじゃない。ああ、なるほど。それにそれなら誰かが床を掃除する必要もないし。頭いいね。みんなも賛成なら高評価してね。もちろん僕も賢いスーを手伝うよ。何をすればいい？粉をふるってるから、終わったら何かお願いするわ。わあ、雪が降ってるみたいだね。あれ、でも雪が茶色になったよ。なんで？ココアパウダーよ。よくふるった小麦粉と上白糖、ベーキングパウダー、お塩少々を加えるの。今度は粉の材料を全部よく混ぜましょう。酸素が行き渡ってもっと美味しくなるのよ。次に使う材料はバターだよね。その通り。ありがとう、優しい助手さん。よし。ケーキはいっぱい作ったことあるから、僕の知らないレシピなんてないんだよ。みんな、お菓子作りの動画は他にもあるからぜひ見てね。その間にバターを正しく加えましょう。僕の読みが正しければ、スーは生地に4つ卵を入れると思うんだ。どれどれ。わあ、卵だ。1、2、3。あれ、もう1個は。よし、できたわ。これは置いておきましょう。スー見て、4つ目の卵が逃げてどこかへ隠れちゃったみたい。あら、そう。じゃ、これは何？すごい、マジシャンみたい。大したことじゃないわよ。次は魔法よ。準備はいい？うん、もちろんだよ。じゃ、よく見て。ビビデ、バビデ、チャンネル登録。わあ、すごい。でもどこから。サム、でもまだ続くのよ。室温に戻した卵が4つ。そこへこれよ。また変わったでしょ。クールだけどさ、何それ。350ml のバターミルクよ。ずっと混ぜ続けるのが大事なの。この後は手が疲れちゃうかも。信じられないよ、僕なしで新しい魔法をマスターしたなんて。
オーブンを予熱してくる。サムが予熱してくれてる間、バニラエッセンスを入れましょう。そしてまた全体をかき混ぜるの。次は液体の材料と粉の材料を合わせましょう。こうやってこの子を使いましょうね。オーブンを予熱したよ。魔法なしでね。僕もっと練習しなきゃ。みんなこういうケーキ型を用意してね。そして綺麗に混ぜた生地をここに注ぎ入れるの。残念、チョコレートのプールで泳ぐのが夢だったのに。サムったら素晴らしい想像力ね。みんな生地を型に入れる前にくっつかないようにベーキングスプレーをかけてね。クッキングシートを使ってもいいわよ。そしたらこのスポンジケーキを180度のオーブンで30から35分焼くよ。でも大人がいないところでオーブンを使うのはやめてね。チャンネルはこのまま、焼いてる間に面白いことをやるからね。さあみんな、スポンジケーキが焼ける間に美味しいフロスティングを作りましょう。バター 250g に柔らかくしたクリームチーズ1パックを加えるの。そしてよく混ぜてね。ネス、曲を作ったよ。聞きたい？いいじゃない、聞かせて。ハンドミキサーが回る回る、スーがケーキを作る作る、頑張っているからご褒美をあげよう、粉砂糖ココアよ、その2つをミルクと混ぜたら作りたかったフロスティングが作れるよ。いいね。すごい、ラップだと楽しくレシピを覚えられるわね。みんなもそう思わない？ラップの名人を高評価してあげて。でもサム、小さなことを2つ忘れてたわ。バニラエッセンスとお塩を少し。はぁ、そうだ、その2つでフロスティングの味が豊かになるんだよね。ケーキの様子を見てきてくれる？私はこれを仕上げるわ。ラップしてたらスポンジケーキのことを忘れちゃったよ。待ってて、ケーキ。サムチンたら、スポンジケーキに串を刺して抜いた時何もついてこなければケーキが中まで焼けてるってことなの。ふう、できたわ。うん、そうだ、サムが見てない隙に、うん、スポンジができたよ。あら、ちょうどよかったわ。ダメよ。スー、お腹すいたんだよ。サムチン、ケーキを味見したいのはわかるわ。とてもいい匂いだしね。はぁ、わかったよ。我慢するよ。いい子ね。魔法で上の部分を切り取りましょう。これでよし。さあ、急いで。もう待てないよ。ごめんね、サムチン。ケーキをもっと高くしましょう。よし。あれ？なんでできないのかな？どうしよう。まあ、なんとかなるわ。みんな、どうしたらいいと思う？三段目が必要なのよ。サム、ダメよ。ダメだったの？もう食べていいと思ったんだよ。もうサム、どうしようかしら。そうだ、大きくするなよ。え、何？あ、そうだ、全部計画通りなんだね。でも何言ってたんだろう。ただのケーキじゃないのよ。サプライズケーキなの。後でわかるわ。じゃーん、すごい。僕がやったのに。さっきうまくできたでしょ。ダメよ、この部分もいるんだから。よく振って、よし、いいわね。わあ、すー、今日は完璧じゃない。ありがとう、サムチ。さあ、ケーキをデコレーションしましょう。ケーキサークルにフロスティングを少しつけておいたらケーキがずれなくなるよ。もうつけてるわ。大事なことだから忘れないわよ。ついに M&M だね。うん、まずはフロスティングよ。そうか、じゃあなくならないように見張っておかなきゃだね。次はパレットナイフよ。サム、興奮しすぎないで。サムはお菓子を見ると我を失っちゃうのよね。え、大丈夫だよ、信用して。できたわ。サムチン、 M&M を持ってきて。うん、すぐ持っていくよ。やばい。あ、なんてこった、どうしよう。サ
むったら、もう一箱取っておいてよかった。ふぅ、スーさすがだね。わーい、やったー。あと、気をつけてスー。いけない。ごめんね、サム。二段目のスポンジケーキにも真ん中に穴があるの。またフロスティングをつけて。そして M&M チョコだよ。虹みたい。チョコの虹だね。僕の大好きな虹だよ、スー。三段目のスポンジはケーキの蓋みたいになるのよ。さあ、ケーキ全体に薄くフロスティングをつけないとね。そんなの永遠にかかっちゃうよ。さあ、どうかしら。そうそう、スー、早いじゃん。でしょ。でもこの状態はクラム粉を取っていって、フロスティングを一回塗っただけなの。冷蔵庫で冷やして固めてね。ええ、でも時間がないでしょ。だから、スー、もう十分なんじゃない。どうかな。うん、いいわね。まあ、君の新しい魔法で風邪をひいちゃいそう。もう一回フロスティングをして冷やしましょう。スー、すごいじゃない。プロのパティシエみたい。みんな見て、綺麗にできたでしょ。あとはデコレーションよ。スー、僕がやっていい？もちろんよ、サムチン。お任せするわ。じゃあ行くよ。わあ、素敵なデコレーションね。でも、そもそもなんでケーキを作ったか覚えてる？じゃーん。空のパッケージに竹串をつけたな。そして、ケーキにギュッと刺すのよ。スー、どうやって？ああ、そうか。そうなの。この部分にもっとフロスティングをつけて。そしたら最後は M&M だね。そうよ。M&M をもっと上に散らすの。もっともっと、スー。これで十分、サム。みんな、ケーキをよくチェックしてみて。サム、準備 OK？ もちろん。行くわよ。にもちょうだい。どうぞ。まあ、ビリーが見たらびっくりするぞ。絶対すごい数のいいねがつくんだから。もうサムったら。みんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録してベルのボタンを押してね。そうすれば他のすごいレシピや工作の動画を見逃さないわ。さあ、食べてみよう。サム、ケーキのこと忘れたの？みんな、またね。そうだ、忘れてたよ。はっ、バイバイ。サムチン、どうしたの？大きなため息ついちゃって。スー、信じられないんだよ。どうしたの？聞いてあげる。ユニコーンの日っていうのがあるらしいんだけど、知らなくてさ、今まで一度もお祝いしなかったよね。ああ、そういうことってあるわね。じゃあ今までの分もいっぺんにお祝いしましょう。本当？どうやって？もちろんケーキよ。特別のね。キッチンに行きましょう。やばい、牛乳だらけだ。こぼさないようにしないと。ああ、みんなもういたんだね。一緒にお菓子作りしない？今日は虹色のユニコーンのケーキを作るな。ほら、綺麗な色がいっぱいだ。虹を作るの？そうよ。ケーキの中を虹にするから、カラフルなレイヤーを作らなきゃいけないの。
赤、オレンジ、黄色、緑、普通の白い牛乳がいろんな色になったでしょ。これは後で使うの。次は生地よ。ベーキングパウダーを入れたらふわふわになるよ。小麦粉と混ぜましょう。そしてふるうの。こうやってね。小麦粉の雨、ハレルヤ、小麦粉の雨。うまいじゃないサム、ユニコーンパーティーが楽しくなるわ。次はバターを混ぜてクリーム状にしましょう。砂糖を忘れないでね、ス。僕甘いのが好きだから。もちろん。ハンドミキサーの中華強で6分から8分混ぜてね。はじめ。1、2、3。なんてこった、すごい量だね。バターに卵を一つずつ入れて混ぜ続けるの。大事なのは止まらないこと。このユニコーンのケーキ、ふわふわでクリーミーになるんだよ。早く食べたいな。ちょっとだけ待って。バニラエッセンスを入れて香りと味をつけましょう。そしてまた混ぜるの。そして小麦粉。ねえサム、ユニコーンの日っていつなの？4月9日だよ。僕はユニコーンの歴史で初のスライムになるんだ。一番わんぱくなね。どのユニコーンも尊いわ。いい匂いだ。ちょっと味見していい？まだダメよ。あなた全部食べちゃうでしょ。次は生地を分けるの。6つにね。でもそうね、美味しそうだわ。あれ、全部同じだね。どれがどこかどうやって見分けるのさ。もちろん色をつけるのよ。虹を作りましょう。サムチン、最初はどの色にするか決めて。難しいな。青？僕青が好きだし。いや、緑かな。3つ数えるわね。3、2、1。わかったよ、これにする。せっかちなんだから。だってそうしないといつまでも決めれないでしょ。型に生地を広げていきましょう。うっしゅうっしゅう。表面が滑らかで平らになるようにしてね。オーブンを340度に予熱しましょう。そしてカラフルなレイヤーケーキを焼くの。1食につき18分から20分焼くの。カラフルな層を全部見たい？これから見せるからね。ケーキの層を焼いて冷やしてる間に冷たい生クリームで美味しいフロスティングを作りましょう。ユニコーンのケーキはバニラの匂いがするんだよ。最高。ユニコーンに合う香りよね。そう思う人は高評価してね。よく泡立てて、何度も何度も。さあ、クリームチーズだよ。泡立てたらフロスティングが台無しになるよ。いいタイミングじゃない。生クリームが泡立ったわ。クリームチーズを入れましょう。こうやって。あとはレモン汁、よく絞って。粉砂糖もね。ユニコーンケーキはキャンディー味になるんだよ。あなたもキャンディー味になったわね、サムチン。材料が全部入ったわ。よく混ぜて滑らかなフロスティングにしましょう。木の層が全部できたけど、あんまり見た目が良くないよ。どれどれ、緑の層ね。
丁寧に裏返して。ああそうね。でも大丈夫よサムチン、焦げたところをこそげ取ったらいいのよ。うえ、パーティーが台無しになったかと思ったよ。君ってミラクルだね。みんな見て、中からふわふわで綺麗な緑のスポンジが出てきた。みんなナイフを使うときは気をつけて、大人に手伝ってもらってね。わあ、綺麗じゃない。これを好きな形にするなよ。まず左側を切りましょう。ナイフを使って丁寧に。それから右側も。そしたら長方形みたいになるでしょ。ダメだよ、美味しいスポンジケーキを無駄にしちゃう。それなら味見すれば。そうするよ、スポンジケーキって大好き。みんな、全部切ったらこんな風になるの。どの色から重ねようかな。虹の色の順番にすればいいんだよ。簡単でしょ。そうねサムチ、下から上に重ねていくから最初の色は紫にしましょう。それでこれは白いフロスティングの層。うん、美味しそう。欲張っちゃダメだよス、フロスティングをもっと足して。大丈夫、これで足りるから。それに全部の層に使うから賢く使わなきゃ。味見はダメだね、全部食べちゃうもの。最初のフロスティングの層が完成したわ。次は青。待って、青だって紺でしょ。サムチン、このケーキの虹は6色なの。ユニークにしましょう。わかったよ、ユニコーンの日だもんね。なんだって可能だよ。そうそう、最高なケーキになるから心配しないで。でも手伝ってね。いいよ、でも秘密だからさ、僕だけに教えてよ。わかったわ。ああ、了解、心配しないで任せてよ。サム、すぐに戻ってきそうね。私も急がなきゃ。全部の層を重ね終わったわ。でもまだ完成じゃないのよ。もうすぐパーティーが始まるよ、完成させなきゃ。ケーキを滑らかな形にしましょう。ここをこの角度で少し切り取って、ここも調整しましょう。こうやって。みんな、ナイフを使うときは気をつけてね。わあ、何も見えないよスー、僕の作業台はどこ。まっすぐ行って10歩歩いたら右に曲がって。本当に一人で大丈夫？大丈夫だよ、サプライズだから後でわかるよ。ユニコーンパーティーだから魔法を使いましょう。はーい、これが最後のフロスティング。ケーキ全体に塗るの。あー、よだれが出ちゃう、すごく美味しそう。大丈夫だよス、スライムができるんだから君もできるよ。頑張ってるわ。ところでもうできたの？疑ってるの？もちろんできたよ。本当に？じゃあ見せてくれる？ダメだよ、続けて、時が来たら見せるから。うん、了解。みんな、次はデコレーションよ。白とカラフルなフォンダンを使うの。まずは綿棒を使って大きな丸い形にするの。気をつけて、スライムが通るよ。フォンダンが大きく丸くなったらケーキを覆うの。そしてきれいに伸ばすのよ、シワがないように。薄い毛布みたいだね。裾を切るからすぐにそうじゃなくなるわ。素早く綺麗に切れた。次のステップの用意をするよ。ところでさ、これは何？4つつけるの。前に2つ、後ろに2つ。何の形かわかった？あ、サプライズを持ってくるよ、待っててね。みんな見て、綺麗なパステルピンクでしょ。カールさせましょう、かわいいわ。爪楊枝を刺してケーキにつけるの。
そしてパステルピンクとブルーの尻尾素敵でしょ。サプライズだよ、目を閉じて。いいわ、でも3秒だけよ。じゃーん、フロスティングを重ねた6層のケーキだよ。それとフォンダン、これがサプライズだよ。急いでたからさ、細かいところがまだなんだ。手伝ってくれる？いいわよ、まずは可愛い小さな耳をつけましょう。そしてカールしたたてがみ、足りないものはあるかな。一番大事なところだよ、ユニコーンの魔法の角でしょ。騙そうとしたのよサムチン、子馬のパーティーじゃないものね。金色のラメの着色料で色をつけましょう。魔法みたいな背景のハイライトにするの。素敵なケーキができたわよ、パーティーの前にじっくり見て楽しみましょうね。このケーキ、外側だけじゃなくて内側も可愛いのよ。切ってみましょう。みんな、ナイフを使うときは気をつけて。どうなってるか楽しみ。うわぁ、みんな、カラフルなレイヤーとっても綺麗。まさにこんな風にしたかったのよ。すごいです！僕も虹を食べたいよ。さあどうぞ、召し上がれ。そして私も。やっと食べられるわ。ドキドキする。うん、魔法がかかってる。こんなに美味しいなんてありえないもの。みんなもお家で作ってみてね。楽しい料理の動画がもっと見たい人は高評価してね。次の動画も見逃さないようにチャンネル登録もよろしくね。またね。ようこそ、どうぞ、大事なお客様。ご飯が余ってました。首にナプキンをかけてごゆっくり。はい、お昼ご飯。やったー。すー、なんだよこりゃ。なんだって何よ、お昼じゃない。これだけ？グラビティパーティーの美味しそうな匂いも、怪盗グルーの月泥棒のフルーツたっぷりゼリーもありゃしない。あなたテレビの見すぎよ。現実の料理はこれが普通なの。そんなことない。シンプソンズのホーバーが好きなリブウィッチ食べたい。できるって言うならやってみなさい。腕によりをかけてね。でもスーの手伝いがないとさ。あら、今回はお休みだと思ったわ。それじゃ始めましょう。やあみんな、今日はサムの大好きな映画の料理を作るわよ。最初のお料理はって、怪盗グルーのフルーツゼリーは美味しくないんじゃなかった？僕らは美味しいやつを作るんだ。それなら、これはゼリー用に取っておこう。仕方ない。二人のお気に入りの材料を選ぶのが良さそうね。例えば、このクランベリーで酸味を。リンゴ、僕リンゴ入れたい。赤いのが一番なんだ。そんなにリンゴが好きなら、二つ入れましょう。私はオレンジを一つ選ぼうかな。オレンジが好きな人は高評価をお願いね。おー、バナナ、バナナ。ええ、ミニオンズはバナナが大好きよね。パイナップルも。仕上げはブドウにしようよ。ああ、世界一美味しいゼリーになりそう。まずは果物を切っていくわよ。大人の人に手伝ってもらってね。最初はリンゴ。4つに切り分けるわよ。包丁を使うときはよく気をつけて。その調子だよ、スー。このリンゴとっても美味しいよ。サム、材料食べちゃダメよ。足りなくなっちゃうでしょ。じゃあ、見えないところに隠れて食べる。もう、サムってば。オレンジの皮むきよ。私は十字に切るのが好きよ。こうして、こう、指に気をつけて。
反対側にも切り込みを入れて、オレンジは大人の人にやってもらう方がいいかも。さて、こうしたら皮が剥けるわ。ほら、簡単でしょ。ふん、スーはこっちに気づいてない。パイナップルのお手伝いしちゃった。パイナップルの皮剥きは大変だから、ここは魔法で。わあ、すごい。これを6つに切るんだけど、これなら包丁いらずよね。そりゃズルだスーとは言ったものの、さすがの魔法だね。どうもサム、残りはバナナが1本皮を剥いてくれる。僕にお任せ、すぐ戻るよ。サムはどれぐらいかかるかしらね。1、2。バナナお待ち。うわサム、早かったわね。瞬きする間だったわ。スライムは早いだけにあらず、見えなくなるものさ。次はどうするの？フルーツジュースを作るの。まずはリンゴからね。わあ、すごいやす。次選ばせて、僕の好きなオレンジ。仰せの通りに。わーい。スー、ジュースにするとかさが減っちゃうね。足りないんじゃないの？あら、素早く全部絞ったらどうなるかわかるわ。ほら、これで足りる？バッチリだね。それを飲むの？違うわサム、ゼリーを作るんだったでしょ。それなら食べるんだね。やった。最後の一杯、まずはコップを片付けてと。よし、そしたら寒天を加えるわよ。素晴らしいです。よく混ぜてよ。もちろんよサム、円を描くように混ぜてね。忘れちゃダメだよお砂糖を。味見はしなくていいよね。そうねサム、お砂糖は小さじ2杯か、もう少し入れてみてね。完璧。そしたら2分間煮てね。混ぜる手は止めないで。見て見て、泡が消えていくわよ。2分ってば長いよ。もうサム、できたね。みんな好きな瓶の中にゼリーを流し込んでね。うわー、愛しのゼリー、すぐに食べてやるぞ。準備できたよ。ダメ、慌てないの。冷蔵庫で数時間冷やさないと。それじゃ次のお料理を。なら材料を用意して、それで次の準備ができるわよ。よしサム、教えて、次に作るのは何？シンプソンズに出てくるホーマーのリブウィッチさ。この世とは思えない味がするんだ。そうね、きっと食べたことないはずよ。主な材料はポークリブ。これだけで美味しそうね。でもまずはソースから。必要なのはタバスコ。みんなは平気かな？そうね、唐辛子が入ってるから気をつけて。サムと私は辛いタバスコが大好き。ボウルに入れてね。ちょっとだけだよス、じゃないと口から火が出ちゃう。よし、これで十分。次の材料はケチャップ。口を開けて入れるわよ。ケチャップは多すぎると思っても大丈夫。おいしそう。でももう十分じゃないかな。サム、でもこのソースもっと美味しくできるわよ。マスタードを加えてね。やっぱスーはよく知ってるやって。なんか煙の匂いがしない？秘密の材料、リキッドスモーク。素敵な香り。ヤッホー、見て見て、ニンニクソッカーだ。私はそれ本当の使い方をするわよ。ソースに入れるの。よし。つまんないなスーは。材料がたくさんソースに入ったね。そろそろ出来上がった？もうすぐよサム、あとは全部をしっかり混ぜないとね。こうやって。よし、そしたらお肉にソースを塗ろう。みんなもハケを使うとお肉にソースをきれいに塗れるわ。まずはこっち側に塗って、こうね。スー、そんなケチらないでもっと塗ってよ。サム、それだと裏側の分がなくなっちゃうわ。アニメのやつくらい美味しいのができなかったらがっかりするからね。本当に食べられるんだから絶対こっちがいいわよ。そしたらお肉に胡椒を振りましょう。うわー、たっぷりね。スー、それかけすぎたんじゃないの？辛い方が美味しいでしょ。塩も忘れずに。他に何かある？サム。そうだな、それならパプリカをかけてほしいな。
いい考えね。これで十分かしら。はあ、いい匂いだ。お肉はオーブンに入れるの？そうよ、170度に温めたオーブンで3時間焼くわ。オーブンの扱いは大人の人に手伝ってもらってね。3時間？シュー、なんとかしてよ。そんなに待ってない。いいわじゃーん、この柔らかいお肉をご覧あれ。美味しくするポイントは、3時間焼いた後でもう一度ソースをかけて少し焼くんだ。お肉を切るときは大人の人に手伝ってもらって、切る前に骨から取り除くわよ。ふふ、ダメだ、僕にはできない、もう無理。大丈夫、サムは玉ねぎを切ってただけだから。玉ねぎはくし切り、包丁には気をつけて。そうだ、ピクルスを忘れてたわ。切るわよ。はい、完璧。やっほー、挟むパンはできるだけふかふかのやつ。僕が上で跳ねられるくらい。食べ物で遊ばないの？それ使うんだからね。それじゃあリブウィッチを作るわよ。まずはスモーキーなソースから。たっぷり塗ってね。これでサンドイッチが美味しくなるんだから。お次は玉ねぎ。2層目は玉ねぎだからね。その通りよ、サム。あなたシンプソンズをよく見てるのね。もちろんさ。次はピクルスだね。わかったわよ、サム。そしたら1、2、3。もっと、もっと乗せて。そして最後の主役、ポークリブ。ホーマーも気に入ってくれるはずだわ。わー、リブウィッチとってもすごいんだ。この匂い食欲をそそるわね。ダメ、待って、まだあと一品作るんだよ。私じゃなくてあなたが止める側だなんて面白いわね。じゃあすぐに作りましょう。本日最後の料理よ。ずっと前から試したかったの。僕もだよ。スポンジボブに出てくるクラビパティだね。マスタードも入れて。色合いが素敵。マヨネーズも忘れちゃダメ、大事な材料だよ。サムの言う通り、でもやりすぎないで、大さじ1でいいからね。そして玉ねぎ、今度は泣かずにすんだよ。やったわねサム、上手に切れたのね。ピクルスも入れるわ、しっかり切ってね。そしてチリペッパーで味を整えて。まだあるからね、みんな。あと材料は2つ、ガーリックパウダーと、そして塩。僕にも何かやらせてよ、退屈しちゃう。サム、あなたはソースの仕上げをお願い。よく混ぜてね。僕に持ってこいの仕事だ。クラビーパティの最高のソースを作るよ。あなたならできるわ。さて、そしたらバーガーの中身を作るわ。用意するのは玉ねぎ1、トマト1。あれ、何か忘れてたかしら。ああ、そうだ、ピクルスね。切るわよ。ねえねえねえ、酢見てよ、チーズに挟まったパティが4枚。あなたチーズ嫌いだったわね。でもこれ抜きじゃダメだもの。わかるよ、ただ僕とチーズにはやっぱり因縁ってやつがさ。サム大丈夫、このチーズは気に入るから。まずはオニオンリング、そして美味しいソース。さすがサム、よくできたわね。三つ星シェフだもな、ソースは十分だよ、次へ行ってよいいわ、お次はトマトスライス。はい、そしてピクルス、見て、美味しそうね。みんなもそう思うでしょ。でもこの層はこれ抜きじゃダメ。ダブルチーズパテ。あー、大変だ、もう一度同じ作業を繰り返すんだね。大丈夫よサム、すぐにやっちゃうから。これをバンズで押さえて、じゃーん。なんてこった、僕のスライム人生で一番大きなハンバーガーだ。みんな、ここに作ったのは大きなハンバーガー。でもこれだけで終わりだと思ったら間違いよ。衣に入れてあげるからね。用意するのは卵、小麦粉、水、そしてお好みでポップコーンフレーバー、チーズ味。ちゃんとしたクラビーパティのためなら味は我慢するよ。サムはチーズが嫌いなのよね。そしたら、はい。何をしたんだ、これはハンバーガーに対する冒涜だ。サム大丈夫よ、バラバラにならないように串で押さえたの、崩れないようにね。なあ、なんだ、びっくりしたよ、次はやるって言ってからね。ハンバーガーに衣をつけて、熱した油で揚げていくわ。火傷しないように気をつけてね。このステップは大人の人に手伝ってもらって。わあ、こんがりきつね
もう一度衣にたっぷりつけるからね。そして熱い油にもう一度じゅわーっとね。本当に気をつけて。ハンバーガーがきつね色になるのを待ってね。これは最高のお昼ご飯になりそうだ。そうね、サム。カリカリのきつね色、食べるのが楽しみ。気をつけて。みんな、グラビーパティができたわ。あと一つ、アニメの見た目通りにするわよ。他にもあと二品あるから忘れないでね。全部並べてみましょう。サム、インスタ用だからあと3秒待って。1、2、3、よし食べよう。で、お味はどう？甘みと酸味、そしてスモーキーな香り。チーズっていうのも悪くないかもしれないね。もう全部の食べ物が頭の中で混ざってそうね。みんなも作って試してみてね。おいしいよ。他にも料理動画が見たいっていう人は高評価をお願いね。チャンネル登録もお待ちしてます。待ってるからね。バイバイ。お腹空いたよ。じゃあ食べれば？フルーツとゼリーがあるから食べて。はあ、そんなに楽だったらな。どういうこと？ゼリーかフルーツかどっちが食べたいか決められないな。1時間悩んじゃってペコペコだよ。サムチン、選ばなくてもいいんだよ。全部一気に食べればいいじゃん。私、おいしい考えがあるんだ。いいアイディアってこと？おいしいアイディアよ。さ、手伝って。わーい、僕のお気に入り。みんな、こんにちは。似合ってる？今日は料理をするよ。サムは楽しんでるみたいだね。みんな、今日は半分フルーツ半分ゼリーのプルプルチーズケーキを焼くよ。サムも楽しみにしてるな。もうスッタナン、君も甘党なんだから。チーズケーキなんて普通のデザートじゃないのよ。完成するまでのお楽しみね。早く取り掛かろうよ。はじめにスポンジケーキの生地、卵3つと砂糖 75g、 こんな感じ。よし。それから塩ひとつまみ。入れすぎないように気をつけてね。うんうん。それって君の隠し味？そんなとこ。バニラエクストラクトよ。3ml 入れてね。それから蜂蜜 20g。 うわー、楽しい。全部混ぜていこう。砂糖が固まらないようによくかき混ぜてね。次は混ぜたものを38から42度に温めていくよ。生地の入ったボールをお湯の入ったボールに入れて湯煎にかけよう。温めすぎないように温度を調節することが重要よ。完璧。湯煎からボールを取り出そう。今度はハンドミキサーを使って混ぜるの。簡単そうだね。僕もやってみていい？もちろん。でもこっちに来て。混ぜ続けないといけないの。そっか。うわー、すんまり、硬い。ちょっ
超速モードだからね。泡が立つくらいにするな。はあ、危なかった。僕はミキサーに近づかない方がいいね。さらに材料を入れていくよ。サムチン、温かい牛乳持ってきて。それなんだけど、僕が飲んじゃった的な。飲んだんだ。騙された、冗談だって。すごいストレスだったんですけど。冗談でもやめて。はい、牛乳頼まれた通り50度だよ。よし、30ml は投入。次に小麦粉95g、粉だらけ注意報。ふるいを使って小麦粉を入れていくね。これでしっかり混ぜるわよ。ララパーララララララ。急いでよ、バターが溶けちゃったよ。どうすんの。大丈夫よ、バターの温度は55から60度にしないといけないな。さ、無塩バターを 30g 入れるわね。混ぜて混ぜて混ぜて、また混ぜて、全部混ぜ混ぜじゃんか。うん、よく混ぜるのは料理の基本よ。みんなも同感？それなら高評価してね。生地の準備ができたから焼いていこう。必要なのは、うわ、焼きたてサムだよ。サムったらサプライズうまいわね。ケーキ用の型は 15×7cm よ。クッキングペーパーを中に敷いて、じゃーん。すでに美味しそう。味見していい？だね、そう言うと思ったわ。止まらなくなるでしょ。じゃあ次は何するの？オーブンは予熱済みだよ。160度で30分間焼くの。これでふわふわのスポンジケーキができるのよ。スポンジケーキが完成。スライスして4層にしよう。厚さは1センチがベストだよ。大人に手伝ってもらおう。包丁はおもちゃじゃないからね。スムーズに安定させて切っていくよ。見てらんない。うまくいかなかったらどうするの。大丈夫だって。見て、うまくいったよ。あと3回切るんだよ。間違える可能性が3回もあるってこと。サムが怖がる隙もないくらい素早く切るわね。このスポンジケーキ美味しいな。きびだば万歳。隅っこがいらないなら僕が全部食べちゃうもんね。アイシングのためにクリームチーズを 270g 用意したの。このケーキに必要なのよ。しっかり混ぜていこう。怖がらないで、料理は楽しいよ。思いっきり楽しもう。クリームチーズの準備ができたわ。これに無糖ヨーグルトを 160g 加えるわね。また混ぜていこう。スライムには砂糖が不可欠。甘くなきゃケーキじゃない。はいはい、アイシングに砂糖 95g、 これで十分。そうだね、よく混ぜて。監視してるからね。厳しいな、サムシェフは。頑張りますようだ。次にバニラエクストラクト 5ml とレモン汁 10g を加えるの。全部をよく混ぜてね。今日は混ぜてばっかりね。シュウ、どうして溶かしたゼラチンをアイシングに入れるの？変だよ。溶かしたゼラチンでアイシングが重たくなるんだ。粉末ゼラチン 7g と水 35g が必要よ。超味見したい。よだれが出てきた。まだよ。最後に 50% 混ぜたホイップクリームを投入。 150g もあれば十分。もう一回しっかり混ぜよう。ダメだ、アイシングから気を紛らわせないと。そうだな、やばい、フルーツがたくさんある。一つくらい食べたっていいよね。ついにケーキを重ねていくわよ。この型が必要なの。すでにケーキの一部を投入済み。ここにアイシングの4分の1を加えよう。均等に広げてね。こんな感じ。調子はどう？よく見えなくて。なんで目隠ししてるの？一番面白いところなのに。層ごとに違うフルーツを乗せていくわよ。ここはイチゴ。だってだって、ケーキが美味しそうで僕もうチラ見だけ。うわ、傑作じゃないか。ありがとう。素敵なケーキの美味しいアイディアだって言ったでしょ。みんな、もっとお菓子作りの動画を見たかったら高評価してね。この工程を繰り返すんだ。
次の層はマンゴー。最後の層はキウイ。あれ、もっとあったはずだけど。ごめん、つい手が出ちゃって。これで完成。冷蔵庫で 2,3 時間冷やそう。サム、フルーツ食べる？うん、マンゴーある。イチゴはいくらでも食べれちゃう。3時間経ったわ。美味しそうでしょ。もうスーを信用できないよ。ゼリーケーキって言ったじゃんか。うん、まだあと1段階残ってるの。もう少し我慢してね。じゃあ全言撤回。うん、フルーツを食べすぎてそこら中にフルーツが見える。これは本物だよ。デコレーションよ。イチゴから始めよう。クリームと食べると美味しいよね。スー、僕もやりたい。ブドウを乗せるね。ナイス。残りのフルーツもつけていこう。うわー、ジューシー。みんな、残りはトップのみだよ。素早く仕上げよう。冷蔵庫に入れる準備をしよう。綺麗だね。固めたら崩れない？大丈夫よ。冷やすのは30分だけだから。バイバイケーキ、寂しくなるよ。バイ。さて、そしたら透明のレモンゼリーを作ろうか。うん、レモンゼリー大好き。はい、レモン手伝ったよ。まだレモンはいいかな。まずはゼラチンの準備。粉末ゼラチン 75g にお湯を 375ml 投入。そしたらしっかり混ぜよう。待つのは構わないんだけど、レモンの出番は？もうすぐよ、サムチン。砂糖とレモン汁を入れていこう。熱すぎるよ。ケーキがダメになっちゃうじゃん。温かくないとダメなんだ。冷えたらゼリーが固まっちゃうの。そうなの？じゃあ離れてよっと。ケーキが到着。これにゼリーを入れてくの？うん、満タンにね。多ければ多いほどよし。染み出たらどうするの？気をつけてよ。わかったって。ほぼ完成よ。フルーツの上にもね。教えて。終わったから見ていいよ。あとは冷蔵庫で冷えるのを待つだけ。また冷蔵庫？どれくらい？2,3 時間で十分かな。待つだけの価値はあるから。仕上がりを見たい？おいで。じゃん、傑作の完成。待ってね、今切るから。はい、どうぞ召し上がれ。うわー、すごい弾力ね。ゆらゆらしてる。ダメだ、綺麗すぎて食べられないよ。判断は任せるわ。でも、食べなきゃ損。おいしいよ。どう？本当だ、おいしい。もう一切れ食べていい？もちろん。ゼリーチーズケーキが気に入ったら高評価してね。チャンネル登録もお忘れなく。もっと料理動画を作るね。バイバイ。バイの。サムチン、なんでお腹に M って書いてあるの？マスターの M だよ。僕チョコにチョコをディップしてチョコ的なものを作ってるの。僕はチョコマスターなんだ。
それはすごいね。じゃあ楽しんで。ダメだよスー、僕これをどうしたらいいかわからないんだ。助けて、うん、大きいチョコキャンディー殿は私の助けが必要だって。てかそれいい考えかも。チョコブロ、もっといいもの、巨大なチョコキャンディーケーキ。うん、この M はどうやら君が持っているべきなようだ。まあそうでしょうね。こんにちはみんな、今日は美味しいものを作るよ。ケーキを焼くんだ。巨大なチョコキャンディーの形、僕みたいにね。うん、こんちゃ。生チョコはサムチンが作ったから、今からケーキを焼こう。2つの全く同じ金属のボールが必要だよ。これでケーキが均等になるんだ。全部が収まるように大きなボールを用意してね。それじゃあ小麦粉から始めよう。お砂糖を加えて、それから常温のバター、水を加えた後にココアパウダー、卵、サラダ油。ケーキの層をふわふわ&美味しくするためのベーキングパウダーとバニラ。材料と量は全部この動画の説明に載せてるよ。材料をよく混ぜてね。こんな感じ。生地は完成。そしたら同じ量で半分に分けてね。これをオーブンに入れよう。あ、チャンネル登録っていうメモ。ところでサムは？僕ずっとここにいたよ。すっごいこと思いついちゃったんだ。発表しま。待ってサムチン。オーブンを180度にしてケーキを35分から40分焼くよ。続けてサムチン、すっごいことって？ピニャータケーキを作らない。ああ、それでこのキャンディーを中に入れるんだ。これができるんだったらスーはマスターなんかじゃないよ。天才スーパーマスターだ。ああ、その称号に見合うように頑張っちゃおう。うん、サムチン、いい匂いだね。やばい、やばケーキだよ。そしたらボウルから取り出して半分にカットしよう。そしたら室温まで冷ましてね。そう、信じられないくらいいい匂い。バニラとココアのおかげだよ。素敵な香りをありがとう、バニラさんとココアさん。匂いで気分まで変わるね。はあ、焼き菓子の匂いでゆったりとした温かい雰囲気になるの。僕クリスマス的な気分を感じたい。簡単だよ。ここでトリックをご紹介。クリスマス用のスパイスをお鍋で温めよう。シナモンスティック、クローブ、ジンジャー、カルダモン、ミントなんかね。甘さをプラスするためにバニラもいいね。それかモミの木の枝とか松ぼっくりもいいね。シャキッてしたいときはキュウリやフレッシュグリーンの匂いがいいんじゃない。ところでケーキの基礎ができたよ。楽しくなるね。このボールは必要なんだ。それにたくさんのチョコでしょ。うん、そうだよ。やった。これって石か食べられないもの？違うよ。でも美味しいもの、チョコレートだよ。でも溶かさないといけないから魔法をかけよう。さてさて、それで？そしたらケーキのためのチョコレートカバーを作るよ。よーく見ててね。チョコレートボールを作るんだ。そしたら壁にチョコレートを広げていくんだ。素早く慎重にやってね。こんな感じ。僕も手伝おうか？そしたら2つ目のボールをやってくれる？了解しました、スー。あ、いえ、長官。サムってチョコとなるとほんと張り切っちゃうんだから。ところでこのボールは冷蔵庫に入れるよ。さて、お茶とサンドイッチでも作るか。誰かサンドイッチって言った？ランチの時間？うん、ちょっと休憩しよう。チョコレートが固まるのを待つ間ね。見て、チョコが完成。でももう一層必要なんだ。サムチン、重要な使命をお願いしたいんだけど。チョコ関連の。僕ここにいるよ。チョコどこ？はい、2つ目の層を作ってくれないかな。こんなのお茶の子さいさいだよ。さて、
私はフライパンを熱するね。なんでかって後で教えてあげる。なんだか魔法のようなことが起こりそうな予感がする。魔法じゃないよ、料理のアート。ところで僕、チョコレートマスターがなんて呼ばれてるかわかったんだ。何？チョコラティエ、フランス語だよ、モンシェー。なるほど、ショコラティエスーの腕前を見てよ。温めたフライパンを慎重にチョコの上に置くよ。大変、スー溶けてる、何してんの。全部予定通りだよ、サムチン。温めたフライパンでチョコが溶けて端が滑らかになるの。これで2つをつなげやすくなるんだ。なるほど、やった、やっと僕の生チョコが役に立つね。まず生チョコは熱すぎないようにしてね。室温でないといけないの。そうしないと生チョコが他のチョコの形を崩しちゃうから。そんなことになったらケーキに穴が開いちゃうよ。チョコの作り方を教えるね。一番簡単な方法は3つの材料を混ぜるの。ココアパウダー、ココアバター、それから砂糖。それでほぼ完成。ホワイトチョコレートも同じ？違うよ、ホワイトチョコレートを作るのにココアパウダーは必要ないんだ。ところでチョコレートバーを家で作りたいときは必要なのはこの材料だけじゃないの。かなり正確な温度計が必要なんだ。そうしないとチョコレートが手の中で溶けちゃうの。ショコラティエはチョコレートバーを何度も温めて冷ますんだ。完璧な質感になるまでね。複雑すぎるよ。まあ最近ではこの工程は工場のマシーンで行われてるけど。ティビナボにもチョコレート工場があるよ。僕がマネージャーなの。あ、穴開けちゃった。それキャンディーよ、僕のキャンディーよ。ね、僕よ、僕がケーキの残りを食べてもいい？ダメ、甘いもの好きさん。これはケーキよ。そしたらもう一層ケーキに塗っていこう。それからこの層がくっつくように生チョコでカバー。こんな感じ。僕、中に入れるキャンディーを探してくるね。よだれが出てきた。真ん中に秘密の部分を投入する時間だよ。少しチョコを冷ますのを忘れないでね。キャンディーがケーキからこぼれ落ちないためにもカバーが必要なの。だからチョコレートディスクを作るね。慎重にチョコレートをクッキングシートの真ん中に流し込むよ。それから円になるように広げるの。こんな感じ。ディスクは滑らかで平らにしてね。そしたら冷蔵庫に入れて冷やそう。タンクは満タン。ディスクがしっかりくっつくようにここに生チョコをつけよう。気をつけてね、真ん中のキャンディーにはつかないように。そしたらチョコレートディスクをここに設置するよ。ど真ん中にね、僕、君にサプライズがあるんだ。いたずらじゃないよね。違うよ、今回は違うんだ。僕も教訓を得たからね。ほんと？まあいいや、信じてあげる。じゃん、ケーキは冷蔵庫にテレポートしたよ。5分間待ってね。じゃじゃーん、ケーキの期間。よし、これをくっつけよう。溶かしたチョコレートを絞り袋で端につけていってね。慎重に。できた。さて、重要な部分だよ。接続。カッポーン。おう、できた。最高のキャンディー。すー、僕からのプレゼント。これはマスターのための新しい M だよ。食べられるんだ。まさに私が必要なもの。これケーキに乗せるね。でも最初に少し濡らそう。そうしないとちゃんとくっつかないんだ。そしたらケーキの上に。壊さないように慎重に押し付けてね。本物のチョコキャンディーみたい。でっかい版のね。みんな、中を見てみようか。サムチン、準備はいい？めっちゃいいよ。じゃあカットしよう。
みんな、ナイフは特に気をつけてね。大人に助けてもらおう。ああ、特別なケーキには特別な扱い。大事な瞬間。うわとっても美味しい。みんなチャンネル登録を忘れないでね。それからお知らせベルもね、僕が食べてる間にやって。バイバイ。